ありがとう。はい、ありがとうございます。ね、いやーもうここまでね全7回やってきた定期公演。みんなどうだった？一回一回。イエーイ。反応がだいぶ間があったけど、意外とね、あのみんなさぶっちぎりとか着てるくせにシャイなお友達が多いんだよね。そうだよね。かわいいかわいい。でも1回目から振り返ると、1回目はバレンタインの回で、うん、2回目が電撃の回。痛かったよ。痛かったね。痛かった、体張りました。そして3回目がホワイトデーの回。おお、やったね。4回目がアイドルの回だったかな。アイドルの回、伝説の。そして5回目が、チャイナの回。そうね、チャイナの回だったね。実際の詩は、はい、中国の詩。わけわからん感じでしたけど、ね、そして6回目が、X の回、うん、そしてラストは、これ C スタイルの回にしようかな、はい、やっぱ最後はね、本当のスタイルでね、やっぱやりたかったから。本当だよ。そう、最後までブレてどうすんの。ねえ、ねえ、いや、行こうぜ、行こうぜ。いや、あのね、そう、まあね、Cスタイル応援してくれてるお友達はね、うん、あのやっぱりこのスタイルが好きで来てくれてると思ってるので、そうだよね。うん、うん。え、あれ嘘。あれそうじゃなかったみたい。そうだよ、ね、あれ、そう、いや、そうなんだよ。そうだと信じようね。うん。いやもうね、この間ね、5周年ギグもね、木更津まで来てくれた皆さんも、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ねえ、無事終わって美人楽しんでますね。そして大人はもう勝ってねえ、ありがとうございます。もう順調なんじゃないですか。順調だね。いや、そう、この波に乗って、はい、いい波乗ってんねみたいなね。そうね、今流行ってる。あれ乗ってない乗ってない戻ってきた。そう、そんな感じで、はい、いい波に乗ってですね、このまま突っ走っていきたいと思います。はい、この、ファイナルの回もいい波に乗って残り3曲、ちょっと足りない今の絵は。足りなかったね。足りない。残り